にかく耳を塞いでりゃいいんだと、抗議する人間の中に入れてこなきゃいいんだと、で、まあ、せいぜい右翼と罵っときゃそれでいいんだと思い込んでいるんですが、でもこれは言い方を変えればそれほど NHK は追い詰められてるっていうことでありまして、そこで我々 NHK が入れるんであれば、今日は山手に乗っかって何十万人もの国民に NHK の実態というものをですね、この示しましょう。これはですね、今ですね、このジャパンデビュー問題は NHK にとってはアキレス腱になっているんです。 NHK の、この存続を支えるものは公共放送としての権威なんですよね。権威と信頼なんです。それをですね、我々が傷つけていく、これは、NHK のアキレス腱攻撃というに、と言っていいと思うんです。とっても我々は、有効なことをやっているわけで、本日もこれまでと同様、明るく元気に、そして我々は正義を行っているんだという自信を、確信を持ってですね、元気よくやってまいりましょう。どうもありがとうございました。はい、台湾フォーラムの永山さんでした。こんにちは。今日ですね、もうすでに山際さんがコールをやってしまいましたので、私もフリーチベットとかなんとか言ってるうちにちょっと声を枯らしてしまいましたけど、しかしそんなことにはめげてはいられません。今日ですね、ちょっといつもより、数が少ないとかおっしゃる方もいらっしゃるんですが、この連休の最後の日にこれだけが来てるということは、これだけの人が来てるということは、普通の土曜日にすれば5倍分に当たりすると私は思います。プレイゴール、中国の手先 NHK を許さないぞ、許さないぞ。 NHK は台湾に謝罪せよ、謝罪せよ。中国の手先 NHK を絶対に許さないぞ、許さないぞ。山手線を使ってこの生徒にマントに我々の意思を伝え、 NHK の大会を知らしめるべく戦うぞ、戦うぞ、戦うぞ、徹底的に頑張りましょう。ありがとうございました。Bye.
7番線、フラットワンにご注意ください。これらのお客さん、これでご注意ください。